総合的弾兵士団は、ドイツ連邦陸軍の士団の一つ。1990年に設立された新しい士団で2008年に、解散される。かつては安定化部隊に指定されていた。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州ノイブランデンブルクに、士団司令部を置き、士団の部隊は主に、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州及び、シュレースビヒホルシュタイン州。 さらに北東多国籍軍団の一員として、ポーランドのシュチェチンにも駐屯していた。1990年、ドイツ再統一により、ドイツ民主共和国国家人民軍の解体が始まり、ドイツ連邦陸軍では、旧地上軍将兵の受け皿として、新たな師団の設置を決定した。本師団はかつて、ノイブランデンブルクに司令部を置いた国家人民軍地上軍第五軍管区の霊団を、 元として編成された。国家人民軍の第八自動車加速劇兵士団、第九戦車士団、第一自動車加速劇兵士団は解散され、それぞれ第四十、第四十一および第四十二旅団に編成された。九百九十一年に自動車加速劇兵士団は第八防衛管区、士団に縮小、改編される。九百九十五年に第八防衛管区、 第14総攻的弾兵士団に解消、改変される。これにより共同防衛旅団と連邦軍旅団は、それぞれ第40総攻的弾兵旅団、第41総攻的弾兵旅団、第42総攻旅団に改変される。1997年にポツダムに所在した第42総攻旅団は、第13総攻的弾兵士団に配点され、これと引き換えにノイミュンスターの、 第18装甲旅団が編入する。1997年に現在の師団名に改称し、1998年にハンザの通称を得る。1998年12月1日にノイブランデンブルクとの講演関係は終了する。2001年、第40装甲旅団、メクレンブルクは解散される。師団の計画的解散はそのまま継続され2007年に、 第41総攻的弾兵旅団が第13総攻的弾兵士団に配点される。さらに2008年には士団励化部隊の整理が進められた。第6偵察大隊は第41総攻的弾兵旅団の総攻偵察中隊に縮小改編され、第801通信大隊は第41総攻的弾兵旅団に第610通信大隊は当初案では 北東多国籍軍団へ、最終的には陸軍式司令部の直轄になる。2008年5月2日には第14軍楽隊が第一防衛管区音楽隊になる。2008年6月19日に第18総工旅団は正式に解散される。最終大師団長、ペーター・ゲーベル殉賞のもと2008年7月4日に、 ノイブランデンブルクの師団司令部にて解散式典が取り行われ、2008年末に師団は解散される。平時は約1万9000人の現役将兵が所属し、有事の際には約1万4000人の予備役兵が追加されることになっていた。1997年から1998年まで、ボスニア・ヘルツェゴビナでの SFOR 第4次派遣部隊に参加する。 1999年には、クファー第2次ドイツ派遣部隊に参加した。2001年には、SFOR、クファー第3次派遣部隊に、2003年から2004年に、かけてはアフガニスタンでのイサフに参加する。これ以外に、国内では2002年のエルベ川洪水の救助に参加した。師団は、コスボとアフガニスタンでの任務を終了させた後に、解散された。 ありがとうございます。